はい、皆さんこんにちは。アップバンクスターのバイヤーでございます。バイヤー、バイヤー。今日はですね、1周年を迎えたアップバンクストア八重洲にやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あのですね、お得なキャンペーンなんかもですね、1週間のイベントに合わせてやるようなので、別の動画でその概要を紹介してますので、皆さんね、リンクからチェックしてみてください。で、今日はですね、この八重洲というお店でですね、あのもうぴったりのね、バッテリーについてちょっとじっくり語れておいて、ヤースというお店にぴったりのですね、モバイルバッテリーについてじっくりと語りたいと思います。詳細はですね、ちょっとお店の人に紹介してもらおうと思いますので、まずはバッテリーの前に自己紹介をお願いします。はじめまして、ヤマダマンです。どうもこんにちは。こんにちは、ヤマダマン。はい、ヤマダマン、ヤマダマン、よろしくお願いします。お願いします。行きましょう、はい。もうね、僕の中ではね、勝手に思ってるんですが、ヤースといえばモバイルバッテリーですよ。ありがとうございます、ね、なぜかというと、このお店ビジネスパーソンが多いんですね。そうです。あの新幹線が止まる東京駅のすぐ近くですから、出張に行くとか帰ってくるとか、そういう時に来る人が非常に多い。多いです。というわけで、ね、安でモバイルバッテリーちょっとすごいことやってるんですよね。はい、はい、ちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、当店おすすめはこちらの充電済みバッテリーです。充電済みっていうパネルがついてるんですね。お店で実際に箱を開けまして、マックスまで充電させていただいております。なるほど。なので、このバッテリー買えば、ほぼあのフル充電の状態のバッテリーが手に入るというわけなんですね。はい、あの他のバッテリーも購入した直後にあの充電されている場合もあるんですけど、されてたりされていなかったりっていうのはあの保証がないんですけども、いやですね、この充電済みっていうマークがついているものに関してはちゃんとね、すでにチャージされていることをですね、確認した上で販売してますので、あの買ってすぐにもうね、携帯の iPhone の電池が切れそうだっていう時にはこれ超便利です。こちら新幹線に乗るときにね、あのコンセントがついてない席に座っちゃって、あのちょっとね、iPhone とか Android をチャージしなきゃいけないっていうときには、この充電済みのラベルめがけてですね、全速力、あの 100m11 秒ぐらいのスピードで走ってきてください。これで iPhone が充電できます。はい、では八重洲店おすすめの具体的な製品ですね、バッテリー、はい、どれを駆使してるのかというのを山田は教えてください。はい、山田はおすすめのバッテリーはこちら、アンカーさんの IQ 搭載バッテリーでございます。パワー IQ でございますね。パワー IQ でございます。何がすごいんでしょうか。こちらはですね、このまずバッテリーの中の頭の部分ですか。はい、バッテリーに頭があるんですか。頭が良くてですね、つな、はい、いだデバイスを勝手に認識してくれまして、Android や iPhone に最適な電圧でですね、あのチャージができるということなんですね。その通りでございます。はい、ありがとうございます。あの製品によっては USB のポートに Android、iPhone とかって書いてあるんですけど、 PowerIQ の場合はもうそれは一つどっちをつないでもバッテリーの方がどんな端末が接続されたかを認識すると、自動でね、最適な、電流電圧でチャージができるということなんです。はい、非常に売れております。しかもね、見た目がね、いい感じなんですよ。今までのアンカーのやつはね、マットブラックでそれもかっこよかったんですけど、ちょっとね、最近こういうおしゃれ路線のやつも出てきて、これはね、ライムグリーンですよね。はい、明るめの緑色なので、ちょっとフレッシュな感じですね。すごく美味しそう。他にも、ほわ、美味しそうですね。美味しそうですね。一口サイズ。最近ホワイトモデルとかも出ていてですね、あの性能だけじゃなくて空張りも広がったアンカーはですね、もちろん八重洲店だけじゃなくてアップバンクストア全店で激推しの製品でございます。一押しのバッテリー、八重洲だと充電済みのアンカーバッテリーが買えます。皆さん出張の時にですね、電池がないとなったらぜひ、東京駅からね、出張に出られる方はアップバンクストア八重洲に来てみてください。はい、せーの、バイヤー。ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当、バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24では、アップバンクストアで販売している iPhone や iPad もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを、紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方は、こちらのボタンから、スマートフォンの方は、動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー、バイヤー。